こんにちは、うです。ではですね、今回は、えっ、ー、と、ジョブ経験点ですね。こちらの稼ぎ方、教えいたします。えー、まあ、現在925ですね。うん、こちらで、まあ、ワンクエストですね。えっ、ー、と、使うのはこちらのスノーホワイト、2章10節ですね。まあ、こちら、消費 AP が8ですね。まあ、こちらで、まあ、1回のクエストで、まあ、1500近く稼げます。ジョブ経験点。1500切ったことはないですね。 で、まず、えっ、ー、と、この状態は、今なんか、その僕の知り合いも一緒に稼ぎたいということで一緒にやってもらってるんですが、今、共闘で入ってきてもらいましたね。で、それで、えっ、ー、と、攻撃する武器は基本的に僕しか持ってないです。で、僕と、まあ、前線ですね。前線3人の中では僕しか持ってなくて、一応、あの、後ろに2人、アリスがいると思うんですが、 これは、えっと、初期武器を装備してる二人ですね。うん。まあ、あの、リセマラで作った時のアカウントと、新しくもう一個作ったアカウントですね。で、そちらで本当に、もう登録してガチャしてお掃除しただけのアカウント二つを、ま、連れてきてますという形ですね。まあ、こちらはね、あの、共闘設定で選択したフレンドのみ、 っていうところがあると思うんでそちらを選んでいただくとまあ自分が連れてきたいフレンドだけが共闘参戦してくるって感じですねずっとでまあその機能を生かしてこんな感じですなのでまあ後ろ2つは多分ここのボスですね3ウェーブんのボスでああでももう今やられちゃいましたね防御とかもかなり低いんでで僕は回復をしてあげないので まあ最悪僕さえ残ってれば基本的にボスが倒せるようになっているので、さすがに。で、相手のボスが水なんですよね。なので風吹きで S と A のまあ攻撃武器と、あとは一応調整できるように、まあ相性が悪い火の武器ですね。そちらを僕は現状持ってきていますね。で、 でまあやり方本当に今見ていただいた通り至ってシンプルでもう武器を撃って撃って撃ちまくるっていう感じですねうんでまあ攻撃は僕担当でこの今 CPU の後ろの1人ですねでこいつはあのまあお掃除した後になおかつ装備も外して初期装備あの炎の剣1個だけにしてありますなのでこいつは1しか食らわせれないんですよねなので全然火力担当でもないですしはいこれで1ですね なのでまあやられちゃっても問題ないよということででジョブ経験点がね結構大切なんですよねジョブレベル上げると全員のステータスが上がってくんで総合値をまあかなり漏れると、まあ、総合値漏れるっていうかステータス自体が上がるので実際強くなるんですよねサブ装備で持ってるわけとかじゃないんで純粋にそのまま50とか上がってくんで で基本的には、まあ、まあ優先はこの下げる武器や上げる武器であのー、攻撃役が1人いると思うんですけどまあそれは基本的に自分になるのかなかその場合はその場合もそうなんですけど攻撃役にバフ攻撃力が上がるやつはかけるようにしといてください まあ、回復とかは臨機応変にやっていただいていいんですけど、うん。で、あの、そうですね、魔法攻撃と物理攻撃が上がるものだけ、その攻撃役の人に、にかけてもらえれば。で、まあ、今回はたまたま、その友人と共闘してるんで、あれですけど、なんか来たメッセージが。うん、OKOK。<laughs> はい。えっ、ー、と、共闘してるんですけど、これだから、あの、後ろ二人と同じようにね、自分以外そのアカウントでも全然大丈夫です。はい。実際それで回してることもあったので、僕。それで気づいたというか、あの、一回、まあ、そのバグがあったじゃないですか。この直前に、この何時間か前にそのバグがあって、で、回復中ですと送っておきます。 コメントもくれるので非常に楽ですね。あの、バグがあって、あの、CPU の共闘レベルが、僕、中級とか上級行ってるのに、あの、ランク1の人が入ってくる。みたいな現象がありまして。なので、あの、中級の、ちょうどゲリラの時だったに、ね、しかも、だから中級ゲリラの武器強化回ってる時に、ランク1とかが共闘で参戦してきて、最初からですよ、CPU で。 で、それで全然相手の攻撃も取らないわ。自分以外全部死んじゃうわ。で、かなり時間がかかったんですよね。で、そのバグの時に、なんかジョブ経験ってめっちゃもらえるなっていうのを感じて思いついた形です。ここはね、あのー、スノーだけ2章のボスがこの硬いやつなんですよね。自らのを映し出したみたいな。闇スノーっていう感じですかね。といった感じなので、まあ、このボスが、 えっと、比較的弱い上に硬い。で、HP が高いっていうのに目をつけまして。で、三章とかだと、結構、こういうことやってると倒せなかったりするんじゃないのかなと思いまして、他のキャラの三章のストーリーボスだと。ということで僕は二章選んだので、僕はこれが、ここがおすすめです。相手の強さ関係ないし、 こっちがやられちゃったら元もともこもないですしあとはタイムアップになっちゃう元もともこもないので、うん、僕はここがおすすめですかね2章10節が今のところですけど、うん、ここだったらこのやり方でなんとかいける人であの総合力が低かったり、まあ、まだ2万ちょいとかしかないよっていう方はあの攻撃武器を割と多めに積んでもらっても大丈夫だと思います うん、あの風,風吹きを打つタイミングさえ間違えなければ大丈夫ですね。で、あのこう今、ゲージが、まあ、40%弱ぐらいだと思うんですけど、この状態で風吹き打っちゃうと相手を倒しちゃうんですよ、僕の場合。だからそこも見極めて、ここは、でそのために貴族性の魔法武器を持ってきてる感じですね。ここで魔法武器打てば、まだステータスは残りますので。 うん。っていうような調整で。だポイントは、バフは自分にかける。で、まあ自分とお友達とやるんであれば、その、その人たちに回復が当たるように。うん。最悪死なないようにしていただければ、全然問題ないと思います。うん。だ回復欲しいっすね、うん。回復の杖は、持ってた方がいいんか、友人が持ってるか。 誰か教頭の人に。とか、ま、あそんな感じですね。なので、あのー、ま、あ前線3人は完全に攻撃武器は僕しか持ってない状態なので。で、あのー、その下のこのスノーさんですね。スノーさんの方は、まあ、ちょっと、さっきまで一緒にやってたんですけど、ちょっとこの撮影するときには時間が合わなかったので、あ、やばい。杖が出てこねえ。あ、ミスった。 ミスター、奥の方を回復してほしかったのに。そう、時間が合わなかったので、あの、メインセットをそれにしてもらってます。で、多分ですけど、メインセットをそれにしてもらえれば、共闘で出てくる装備というかキャラは、それになると思うので、だから最悪友達4人に頼んで、まあ、知り合いとか、メインセットをなんか武器なしの、 バフかけるやつと回復だけにしてもらえませんかって言ってセットして挑めば一人で永遠にやれるしそれかあの一人であのこのステアカっていうかを作ってでまあ初期装備で2章10節に挑めば倒すこともないのかなと思いますであのそうですね周りが全部知り合いとかで共闘する場合はま武器打つのは自分一人だけなんで なので、あの、一章一節とかでもいいとは思います。はい。その時、ステアカーのコンピューターを使ってしまうと、やっぱり。そうですね。うん。まあ、やっぱり、ちょっと、そいつらが倒しちゃう可能性もあるので。まあ、一番ベストは、ステアカーも、多分、あの、初期の10連引いて。で、ソーサーラーが解放されるのは誰だっけな。初期でスノート。 ズッキンとピノキオが選べるんだよねあでも全員ブレーカー扱いかまあ回復が多分回復ジョブが支援系が引けてないのではいでこんな感じで調整してもらえればなと時間ギリギリなんで時間だけ気をつけてくださいそこだけですねそれは可能性の一つ さて、どんだけ上がったかが非常に楽しみ。多分、これで1500は超えてるとは思います。見ていきましょうか。2468。あーそうですね。やっぱり1543か。ということで、まあ僕は今んところこのやり方で1500を切ったことがないです。で、なんか、なぜかわかんないですけど、一回1800近くがあったんですよね。うん。よくわかんないです。で、ここの、こちら僕が行った装備はこんな感じですね。うん。 まあ、杖と。で、まあ、武器の数はなるべく多い方がいいです。あのー、補充する SP がちょっともったいないので、そこぐらいですかね。うん。で、まあ、なるべくつけて総合値を上げとけば、やられにくくもなるので、2万ぐらいあればやられないんじゃないかな、さすがに。あそこのステージだと。で、武器が、火が1つと風が2つですね。うん。こんな感じになっております。あとは、バフかけて。 で、自分の防御力上げるやつとか持っとる方はかなり有効ですね。うん。で、まあ、クレリックとかはストーリー進めればもらえますし、ここですね。ここでフレンドを選んでもらえれば、そういう形で。うん。こんな形になっております。下2つの方はメインセットをそれにしてもらってるので、僕は。それでいけてるっていう形ですね。ぜひやってみてください。なんか質問等ありましたらコメント欄かツイッターにてお願いします。 で、本日の動画は以上となります。よろしければチャンネル登録、ツイッターフォロー等ですね、よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。